皆様おはようございます。キースジャガーです。令和元年2019年12月1日日曜日8時32分ですね。おはようございます。名神高速大津インターチェンジ、大津インターチェンジ入り口です。名神高速道路大津インターチェンジ入り口、左が大阪方面、右が名古屋方面となっております。まもなく斜め左方向です。高速、西向き大阪方面行き大津インターチェンジ入りました。トンネル2つありますね。トンネル抜けますとしばらくして京都東のインターチェンジ出口があろうかと思います。大津と、京都東大変近いですね。この区間だけでしたら、まあ下道走ってもいいのかなと。まあ節約で下走るのもいいんですが、国道1号線決して新しい道路ではないので、京都東と大津の区間ですね、そんなに交通量多い割に道幅が広くないというか狭くて、渋滞のピークの時ですとあんまり時間かかるんかな、やっぱり動かへんのかな。よっぽどゆっくりしようとか、混まない時間帯とか、お金がもったいないとか、そういうことでもなかったらこの区間別に下走らないんですが、わざわざは、まあ下走っても別に問題ないということで。はい、京都東名神高速西向き大阪方面京都東インターおります。京都南を越えて大山崎まで行って、大山崎ジャンクションから、刑事バイパスを通り、久美山ジャンクションで、何ですか、第二京阪新しい接続するというやり方もあるんですが、ぐるーっと回ってくるとお金使ってね、まあ、そういうやり方もあるんですが、ちょっと名神高速滋賀方面から大阪方面に抜けるのにあまりお金を使わずに行こうかという、お金は使うか、これお金は使うかもしれんけど、ぐるーっとは回らないね、少なくとも。ちょっとね、阪神高速京都線8号京都線今から乗るんですが、あれとね、第二京阪がまあまあ金かかるんですよね。およそ300メートル先、まっすぐ行って3条の方行かずに左に取ります。国道1号線に取ります。はい、名神高速京都東出口出ました。ここの合流注意してください。はい、この道路国道1号線です。左方向です。おそらくね、五条あたりです。京都市内でいうところの、十条から登っていって二条城とかあの辺に観光に行かれるとか、北王子の方行かれる方っていうのは
あの10畳から9畳、8畳、7畳と下がっていくと、上がっていくんか、上がっていくと、時間がかかるのが嫌っていう方は、まあ、京都東降りられて、5畳でいきなり、この1号線で5畳に出てしまうというやり方もありますね。新しいルートでご案内します。まあ、10畳から始めることを思うと半分で済みます、これ。まあ、大したことないか、10畳から5畳まで。5畳から上がしんどいんかな。およそ、まあ、場所にもよりますけどね、河原町のあたりとかはしんどいですね。しんどいし、大型は通れないですね、日中は。大型というか貨物もダメですね、これだけね。まもなく右方向です。はい、国道1号線、国道8号線も併記されてますね。8号線というつもりで走ったことはないんですけどね、ここ彦根とかね、あっちの方は8号線かなっていう気するけれど、新しいルートでご案内します。立東とか、立東あたりから8号線じゃないかなっていう気するけど、この京都市内で8号線を意識したことないですね。ここは私的には国道1号線です。むしろ8号線ではなく、この国道1号線5畳ずっと越えますと、途中からね、国道9号線に変わります。国道9号線の出発地点がこの5畳のあたりっていうことで、で山口県まで行ってるかな、下関の方まで。国道9号線はイメージしますけど、8号線って言われてもね、立東で私では終わってます。私の中では勝手ながら、はい、しょうもないことごちゃごちゃ失礼しました。まもなく京都外環状線ですね。117号かな、不動の117やったと思います、番号。カメラちょっと曲がってるな。これでまっすぐでしょうか。はい、令和元年2019年12月1日日曜日お休みの朝、8時39分ですね。まもなく日曜日の朝はね、お仕事の車がいないので、まあしばらくは走りやすいのかなと思っておったんですが、京都外間はやっぱり多少なり交通量ありますね。混んでるとまではいかんけれども、まあ平日日中は混む道路なんで嫌いなんですけど、はい、京都外環、まあ、大阪の国道170号線の外環状線と区別する意味で京都外環と言います。新しいルートでご案内します。東野の交差点、不動1号から不動、京都不動の117号、京都外環状線に入りました。これ伏見の方向かってね走ってます。今国道1号線5畳あたりでしたが、もう10畳も下って、まだその下というか南側、伏見のあたり、新しいルートでご案内します。そっち方面雪です。もう方向的には、まあ、道なりに行きますと第二京阪の方に出るんですが、道なりがね、この道なりが距離ない割にめちゃくちゃ混むんですよね。平日の日中は距離がないんでね、空いてる時間帯流れておれば、通過時間知れておるんで、高速道路なんか使わない方がいいです。高速道路大変値段張りますんで、高いんでね。こうやったら行っちゃおうか。まもなく右方向です。間違えるわ、ここや。はい、看板出てまいりました。この交差点名なんて言ったかな、交差点名が分かりませんが、京都外環を右折して
右折っていう言い方は反対から来たら左折になるので、西に向くと言いましょうか。西に向きました。この道路、今の車もそうですが、どちら向きにも大変路上駐車多いです。路上駐車も多いし、右側車線を走って路上駐車を避けると今度右折車もパッと出てくるので、大変走りにくいですね。平日なんか本当に走れたもんじゃないですね。路上駐車、警察の方重点的に取り締まりされてはいかがでしょうか。広い道路ではありませんし、交通量かなりあります。かなりあるんですが、路上駐車大変多くなっております。なので左側走っていて路上駐車がいたから右に出る、ほんで右に行ったら今度右折車がいるで、また左に行くみたいな、右へ左へ右へ左へ、そういう道路になっております。まあ距離はございません。 1.5 キロぐらい、京都外間から 1.5 キロぐらいで、阪神高速8号京都線の山科入り口、山科の入り口があります。およそ700メートル先、高速道路入り口です。口まで距離はないんですが、信号にもまあまあ引っかかるし、今日曜日なんで、日曜日の朝なんで、まだ8時44分なんでね、これ10時回ってきてお店開くような時間帯になってくるともうちょっと路上駐車増えますが、今のこの日曜日の朝早い時間帯でもこうして路上駐車もいるし、交通量もこれだけいるっていうことで、走りやすくはないですよね。道幅も広いわけじゃないんで、この中の何割ぐらいが、阪神高速乗るのかな。島村ができてるな、すごく開拓されてるような気がするな。島村ができるだけで、会社の基地みたいになってますね。観光バスも、ここから特急バスとか観光バス出てんのかな、ただの車庫かな、分からんけれども、なんか建物新しいんで最近できたんかもしれませんね。10年前からあるよとかいうことやったらごめんなさいやけど、あまり通らないから分からんけど、今気がつきました。外間から 1.5 キロしかない割に信号しっかりこうやって引っかかるんで、結構ペース悪いでしょう。時間かかりますね。次の交差点、あれを越えてまっすぐ直進が阪神高速8号京都線山科の入り口です。あの信号も引っかかったらやってられへんなっていう感じやな。引っかかりたくない。高速道路入り口です。急いでるわけじゃないけど、なんかペースが、あーもうペース悪いですよね。リズムが悪い。
信号のタイミング悪いな。渋滞してるわけでもないのにイライラするよね。阪神高速8号京都線入る手前、これ稲荷山トンネル、稲荷山トンネル、山科から京都東じゃない、京都じゃない、鴨川東までの区間だけかな、一区間だけかもしれないけど、無料区間となってますね。鴨川東まで無料、ETC 無料、ラッキー。で、すいません、夜間通行止めのお知らせがあります。12月10日から12日までの2日間だけですね。夜間通行止め、上下線通行止めです。お気をつけください。今得た情報です。10日後の12月10日から12日、2日間、10、11、12っていう言い方したら3日間かな。火曜日から木曜日まで、22時から翌6時までとなってますね。夜間だけの通行止めですね。山科から鴨川東のこの一区間、稲荷山トンネル無料区間。はい、信号やっと変わりました。やっと高速入れますわ。一番右が ETC レーン、真ん中開けてくれたらいいのにね。稲荷山トンネルです。まあまあ長いトンネルです。抜けると鴨川東、鴨川東出口あったかな。鴨川東が出口かな。出口も入り口もあるのかな。あ、このトンネルだけ区別して稲荷山トンネル無料区間と書いてあったから、出口トンネル出たら出口も入り口もあるかもしれないね。鴨川東、どうやろう、大阪方面向いて入り口あったかな。今の山科方面、京都方面というか、あの終点の方向いて の入り口はあるんですよ。ちょっと行ってみないとわからないので、行ったらまた分かったことをお知らせします。とりあえずしばらくトンネルなのでコーヒーを飲ませていただきます。あ、そうだ、2019年、令和元年12月1日本日からですね、運転中の携帯電話の使用についてかなり厳罰化されたということで話題になっているかと思います。かなりきついね、あれ。運転中に携帯電話を操作した上で、それがために事故を起こしたら一発で免許停止やったか取り消しやったか、あれ懲役もある感じで、かなり厳罰化されてますね。1点2点じゃなくていきなり3点とか4点とか、処罰が追加になりましたね。昨今のまあいいわ。その前にまずまっすぐ行ったら鴨川東出口です。鴨川東出口、稲荷山トンネル、鴨川東出口無料区間、ここで終わり。こちらから有料区間となります。第二京阪鴨川東入り口みたいに書いてありますが、第二京阪ではなく、これ阪神高速8号京都線じゃないかな。第二京阪と書いてあるね、入り口へ。あっちもこっちも厳密に言ってほしいけどな、まっすぐ行きゃそら第二京阪なんですが、この鴨川東から小倉池のあたりまでは阪神高速8号京都線やったと思うんですよね。入り口のところにあっちもこっちもどいつもこいつも第二京阪の入り口と書いてあってするんですが、違うと思いますよ多分。
はい、一応阪神高速8号京都線、南行き大阪方面向きということでお伝えします。今の鴨川西の入り口を越えて、制限速度60キロです。鴨川西に入り口ございました。鴨川東は出口だけで入り口ございません。南向きというか、南向きでいいか、南向きか西向きか微妙なところなんですが、はい、看板は城南宮北出口と書いてありますが、まずその前に上鳥羽入り口、十条油の工事やったかな、あれをちょっと下ったところ、あの上鳥羽入り口というものがあります。もう一回渡りますね。何回渡るねんっていうことですけど、まあ、先生2回ぐらいしか渡りません。上鳥羽入り口合流左からありました。続いて、城南宮北出口です。城南宮北出口、看板にしっかり第二京阪の伏見と書いてましたね。しっかりと第二京阪やったら第二京阪でいいやんって思うんですけどね。なんでわざわざ阪神高速8号京都線にしたんかな。大阪神戸阪神でもどっちでもないのにね。京都なんか大阪でもない神戸でもない京都やのに、わざわざ阪神高速と阪神高速こんなところまで出しゃばって出てきて8号線作って、で挙句に阪神高速8号京都線じゃないのって思いながら走ってるこの道路、看板は思いっきり第二京阪と書いてあります。いやいや阪神高速でしょう、ここはまだ小倉池を越えるまでは。でも伏見この辺りなんですけども、この先合流があります、伏見第二京阪と書いてましたね、今ね看板。紛らわしい、分かりにくいから一本化してんのかな名前を。まあ、通る人からしたら名前どうでもいいんか。ただ、ETC でボーッと走ってたらわからないんですが、請求来たら結構高いですよこれ。阪神高速下走ってね、渋滞してないんであれば下走った方がいいっていうか、おすすめしますね下道。ちょっとね料金高いんですよね。第二京阪と阪神高速と全部合わすと名神と回っていくよりも全然高いと思いますよ。まあ、どこに目的地がどこかによるんですけれど、伏見出口 400m、 伏見出口、看板は第二京阪と書いてましたが、これまっすぐ行ったら第二京阪に入れるよっていうことで、この道路自体はやっぱり阪神高速8号京都線やと思います。阪神高速8号京都線南向き大阪方面行き伏見出口です。はい、伏見出口、12月1日日曜日8時56分です。ちょっとね時間読みも大事になってくるので、80キロになるのでちょっと確認しますね。およそ2キロ先、料金所です。 1車線しかない区間60キロやったんですが、この2車線区間おそらく80キロですね。今80キロと看板あったのでちょっと速度上げました。阪神高速京都線8号京都線南行き大阪方面行き、80キロの道路、片側2車線80キロの道路、左側に見えております壁を挟んで左側に見えておる一般道、一
こちらは、国道1号線、新しい国道1号線、バイパスの国道1号線です。古い国道1号線、太い方の国道1号線は、300メーターか400メーターか西側を走ってますんで。およそ1キロ先、料金所です。京阪国道と書いてある方が国道1号線。こちらの国道1号線は、この第二京阪できた時に、作ったような新しい道路で、後付けの国道1号線です。なんで1号線という名前にしたんかどうかはちょっとわからないんですが、もともとある国道1号線をないがしろにする形ですね。ディスっておるのかという国道1号線が下を走っております。下道の国道1号線60キロの道路やったと思います。結構警察も行くんでご注意ください。小倉池本線料金所です。ここまでが阪神高速やったと思います。この先第二京阪に入ります。はい、小倉池本線料金所を出ました。制限速度80キロ、町的にも久美山町というところに入ってきました。この先交流があります。注意してください。その先右方向です。第二京阪、小倉池入り口ですね。これ小倉池の入り口から左から合流してまいります。そしてこの3車線、一番左車線のみが、一番左側のみが、京滋バイパス京都縦貫道名神高速道路へ行く分岐となっております。そのまま、一番右車線と真ん中車線は、第二京阪門真の方向いて、大阪の方向いて走ることになります。まあ、途中京奈和道に行けたりもします。京奈和道と同時に新名神も行けたかな、どうやったかな、ちょっとその辺はうろ覚えですいません。はい、この大きなジャンクション、久美山ジャンクション、山ジャンクションは京都縦貫道、京滋バイパス名神高速道路から合流してまいります。一番左側からですね。この左の一番左車線、2車線が絞り込んで1車線に合流してくるんですが、一番左側が京滋バイパスの宇治の方から合流してきます。で、2番目の分、左から2番目の分が、京滋バイパスの大山崎から来た合流になってます。その2車線が合流して、この今3車線、一番左がこの車線1本に絞られるっていうことですね。あそこもね、平日日中は結構合流危ないのでご注意ください。